もひんやりしませんか？食欲がないとき、暑い夏の栄養補給にいかがでしょうか？豆乳仕立てのあっさり味、かぼちゃの冷製ポタージュをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずかぼちゃは種と皮を除きます。かぼちゃの種はスプーンを使って取るといいですよ。薄切りにします。玉ねぎも薄切りにします。鍋にバターを熱し、玉ねぎをしんなりするまで炒めます。かぼちゃと材料 A を加え、かぼちゃが柔らかくなるまで煮ましょう。ミキサーに移し、豆乳を加えて攪拌します。網でこしましょう。こうすることで口触りの良い滑らかなスープに仕上がりますよ。塩コショウで味を整えます。粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やしましょう。器に盛り、パセリを浮かべれば出来上がりです。滑らかな舌触りとかぼちゃの濃厚な甘み、レストランにも負けない味をご家庭でも味わえますよ。ぜひお試しください。